はよう。おはようございます。ああ、うるせえ。朝だよ、朝、まだ。すいません、ちょっと朝こんな早い時間から。ビッグマックぐらいの重さで失礼しますけど。はいはい。大丈夫です、本当に。いやー、起きたばっかりなんで、言うて。5時ぐらいに起きたんで。目覚ますために朝からバチバチにモンスター決めてるんで、もうこれ大丈夫っすね。トイレ行ってくるわ。あ。大丈夫かな。これ胃もたれしすぎて開幕トイレ行った説ないか。結構なんか逃げるようではあったけどね。俺の話を聞きたくないから一旦トイレみたいな説なかったか今。花江さんいないけど配信つけていいかな。花江さんのコメントの人がいいって言ってくれたらもうつけちゃおうかな。おはようございます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 。いや、俺も十中八九いいよだけで埋まると思ったんだけど、たまにあるダメですが来ることある。え、アンチいない？配信許可いらないでしょ、別にいいでしょがだけで埋まると思ったんだけど、ダメの人もいるんだ。普通に俺のことが嫌いなアンチの人もいます。アンチ朝から元気すぎない？奇跡的に噛み合った？俺のアンチが起きてくる時間と、俺とかなえさんがデュオする時間が奇跡的に噛み合った可能性ある？大丈夫かな。おいっす。よいしょ。ああ、そうっす。なになになに。いや、これは僕も配信つけちゃって大丈夫ですか。いや、ダメだよ。え。B いかないんじゃないかな、これ。お願い。危ない、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 危ない。落ち着き、落ち着き、落ち着き、22歳です。22歳とは思えない。落ち着きのなさ。落ち着きが出てます。ありがとうございます。22歳です。ありがとうございます。うるさい。成人式迎えててよかった。落ち着き出たな、今のはさすがに。うるさい、この。あ、これ、フラフラ壊しますね、かなえさん。あ、オッケー、オッケー。アラームボット展開。侵入させないよ。うせな。Bリンクはしょ。ちょっと。かぶっとる。はい、ナイス。はい、ナイス。うわ、はみ出ない。オッケー、そこ。すっごいとこ行った。はい、ナイス。ナイス。うるさいな。いやー、いい感じですね。うるさいな。本当に。うるさいな。中スリーっぽいっすね。仕留めたぜ。気をつけな。残り1名。でかい位置情報。さすがに正面は見られてるから後ろでフェニックスが行くと思ってフェニックスして映してたけど、かなえ最強オペで決めたんですよね、ここ。はいはい、うるさいな。うるさいな。これなんとかなえさんのオペ出ちゃってます。見えないでしょ。ノイズコボーすぎる。じゃあな。スカイの命が救われました。よし行くぞ。なんとバイクを設置。やっべ。あ、おお。2サイト、2サイト。ここ。リロード中。行け。視界を塞ぐ。敵残り1名。ラスバックサイド。手前入ってる。はい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 。この2人じゃん。この2人なんじゃん。え、かなえさんフェニとデュオだった説はないっすよね。フェニとデュオ、フェニとデュオ。あれ？あ、フェニとデュオっすか。うん、クラッチクラッチ。野良の人結構喋るんだよな、VC。結構声もでかめっすか。ちょっとしゃくってる。おい、普通に悪口でたって。友達からさ、朝遊ぼうって話をしてて、友達と VC に決勝戦のテンションの人いないって来た。友達からうるさいよねって返しといた。ああ。ちゃんと初見の人にもそう感じられるぐらい、だから逆にでも分かりやすくていい、ね、大会かなんかやってるのみたいなガチでおもろいCR カップ決勝、これ決勝だからここがああ小麦ありがとうね。なんかふにゃふにゃしてるかなえさんがなんか友達のいけないところ見ちゃった気持ちだ今。いや小麦ですよ今日もバランスやったですよ。どう前より似てない？ロックダウン僕ね小麦の配信見ながらちょっと練習したんだけどどうかな。だったらもう設置終わってる。いや猫麦ねマジ声がすっと通ってるからねできないんだよね、そのごまかせないんだよね。で僕が頑張って喉閉めて声帯閉鎖して喋るとああなる。恐怖を見せてやる。いやどうもいいニーブスチャージがない、うん、ショットカルテ残り1名。うわーかなえチャンネルだこれ本物のかなえチャンネルだ。気持ちいい。今なんかプロシーンみたいなキルの仕方なんか気持ちよかったな。ドゥン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 あー気持ちいい。いやそこまでじゃない。ああそこまでではない、うん、そこまでではない。レイナパ残り1名。おおナイスジジあざした。アタッカーの勝利、うん、よかった。いや強かったなーチームが。ありがとうねすいませんちょっとさっき風邪気味で。あ本当ばあちゃんの無理しないでね。ありがとう誘ってくれて今日また声かけてよじゃあお疲れまたねバイバーイ。かなえさん